GTR のコンセプト、足していくという考え方なんですね。All new Nissan GTR。 我々は今までこちらの横軸 R のゾーンをきっちりやってきました。でそれに縦軸で GT と呼んでますけど、マチュアの方向をきちっと訴求することができていくと広がりを見せれると。より多くのお客様に GTR というものを理解してもらえると。やっぱり一番お客様はどんなことを感じるんだろうと、この車に乗ると何を感じ取ってくれるんだろうっていうことを科学的にも分かっていかないといけないですね。14モデルで特に取り組んだ内容が車の上下方向の動き、それをいかに少なくしていくか、かつ車としての動き、ボディモーション、これを穏やかにしていく。ただしそうは言っても GTR ならではの速さは決して譲らない。上下動がコントロールできるようになってくると、陽の動きとか横の動きみたいな、なんとかしないといけないねと。今回取り組みましたのが2つございます。1つ目はサスペンション、タイヤ含めたサスペンションの刷新。もう一つはパワーをいかに路面に伝えるか、トランスミッションを含めたドライブトレインに特に注力して開発をしてまいりました。今の GTR のパフォーマンスというのはある意味ベンチマークだというふうに思っています。一つの高み、一つの山を登っていって、ここが頂上だと思ったなんですが、そこの高みを見に行ったらまだもう一つ見えたと。常にこの進化を追い続けるというのが GTR であり日産の姿勢であると。まずは乗っていただいて GTR と日産の世界観を感じ取っていただければと思ってます。